はい、どうもこちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちは。てます。今日はですね、11月4日ですね。4日月曜日です。今日は祝日でしたので、ちょっと京都の、京都水族館というところに行ってきました。ちゃーちゃんがリクエストして、ちゃーちゃん水族館好きやからな。魚とか好き。魚と、今日はイルカショー見えましたね。よかったね、イルカショー。ちょっと感動しました。ほんで、初めてイルカが泣きました。イルカの声初めて聞いたな。ウィーウィーウィーって言ってたな。うん、すごいな。今まで一回も泣いたとこ見たことないな。見たことないな。あの、なんかテレビでもしかしたら見たことあるかもしれんけど、実物ほんまに見たのは初めてだね。うん、歌歌ってたな。ウィーウィーウィーって 3匹でな、3頭、よかったです、ほら、最後の音楽に乗せてこうピャーンってジャンプするとかすごい良かった。個人的にすごく良かったです。あれ、死んでも思い出に残る。そんなこと言わんといてくれますか。死んでもとか言わんといてくれますか。あれ、思い出に残るやつ。はい、そうですね、思い出になりますね。はい、じゃあこちゃん、今日はこれです。スーパー天体シールウェハース、これを開けます。はい、何が出るでしょうか。じゃん、お願いします。じゃか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 モサレックス？ちゃう。ディメボルケーノ？ディメボルケーノ。ディメボルケーノでした。リュウソウジャーですね。うん。レアシールでした。レアシールでした。これ好きやろ、結構。謎解き？謎かけ？すんねんな。モンドを、ほら、炎の力を操る騎士竜。モンドを好み、答えられた者には力を貸す。騎士竜王と合体することができる。騎士竜王ディメボルケーノになるな。はい、お菓子はちょっとご飯前からやめとくか。また後で食べる。ディメボルケーノと、あの、モサレックスが合体して、スピノサンダーにもなるし。へえ、スピノサンダーになる。うん、それってなんかあれちゃう、恐竜じゃないの。ちゃう、じゃあ、あれスピノ大王だっけ。うん、なんかおったな。もうよくわからないです。なあ、もうスピノサンダーなの。ディネボルケーノと、うん、あのモサレックス仲いいねんて。おお、そうなんや。はい、というわけでこちゃん、今日は京都水族館に行ってきました。アンドスーパー戦隊シールウェハース買いましたというお話でした。じゃのーん。じゃのーん。ほんぱ。アデュー。アデュー。